衛生紙。今このタレがですね。大丈夫です。僕の白いチョコに垂れちゃったんですね。那个沙拉酱滴到他白色。日本語で言ってもわかんないかもしれないけど。なんか NG だったらカットしても。NG のはっていうのは俺にはないです。NG があるのはジャニーズタレントだけど。各位观众大家好，我是宇，欢迎来到这餐我请。那我们这次邀请的是来宾是我们的加藤鹰老师。大家好，我是加藤鹰。哦，今回は呼んでいただいてありがとうございます。那在我们影片开始之前呢，就是我有东西想要请老师喝。飲んでいただきたい。何を？太多。ちょっと全部飲まなくて大丈夫です。对身体好。体にいいものです。体にいいものね。そうですね。那一开始的话，想要先询问老师，说是怎么开始接触 AV 这一行的？きっかけはもともと男優じゃなくて撮影部ですね。こっち側カメラマンの仕事をしてまして、お前は裏方じゃなくて表の方が向いてるから入り口屋だからこういう技術スタッフの仕事が最初。他说他一开始是先当摄影师，然后他做一阵子之后被导演说，哎，你比较适合当就是幕前，然后就叫他去。所以老师本身也对摄影部分很了解吗？过去ですよ。メイク以外は全部できます。照明も全部できます。那当初在做 AV 这个产业后，就是家人们都知道完，然后反应是如何？あ、別にそんな誰かに許可を得てとかそういうことはないです。はい、でもまあ普通に知られたって感じですかね。まあそうです。なんだろう、その辺は台湾の人と日本の人ってちょっと違うかもしれないけど、なんだろう。親が子供の職業に対してあまり言わないので、あ、お前がいいと思ってやってるんだったらいいんじゃないのっていう。で、ご友人さんとかは？いや、別になんかお前有名になっちゃったねみたいなそんな感じです。はい。那我很好奇，就是老师在做 AV 的产业的时候，是从一开始赚的钱就足够可以生活吗？足りなかったですね。だいたい最初はね、1万ぐらいですよ。一現場行くと、まあ休みなく30日仕事しても30万円だから、だから新人次は30日は仕事ないので、なかなかそんなすぐ食えるような。どのぐらい、月何日ぐらいですか？やり始めた頃。そうですね。あ、でも俺はすぐ忙しくなったんで3ヶ月目ぐらいからもうほぼ30日近く。カメラマンの時の給料と比べて？あ、一緒です。あ、同じぐらいです。はい、一緒です。今もそうなんですけど、男優さんって女優さんみたいにギャラが高くないじゃないですか。 AV って女優さんはすごいお金。そうですね。男優さんはスタッフと同じなんですよ。だからカメラマンとか音声とか照明さんとか、そのスタッフと男優さんが基本そんな変わらない。だから出演者だけど裏方の給料なんですよ。だからそれ今もそうですね。だから有名になった後もギャラは同じですか？いや、それはもちろん上がります。もちろん上がりますけど、上がっても何十万円ってことはないので、1万円が1万5千円から2万円とかまあ大体今出てる人は一番高い人でもう5万ぐらいじゃないですか。よく出てる人で34万ぐらいだと思う。はい。所以一开始算少，然后他说男优基本上一开始他不会有太多工作，所以薪水比较少。口の中ね、まだ苦い。他说那个苦茶还在留着。可以喝一下汤。是不得这种。那是不得。ありがとうございます。老师也可以沾那个酱，我们有特别调酱。これは結構台湾で定番な沙茶酱です。はい。これ使って。結構好きな方もいるし、ちょっと苦手な日本人の方も。え、本当ですか？何が？この味はどうですか？お味噌ですよね、おそらく。ああ、似たようなもんね。好像有一点点那个沙沙的感觉，这样子。美味しい。美味しいですか？这个。苦手な方です。あ、OK。これなんかね、うちにあるんだよね。その横浜にある中華街。日本にあまりないものを。だから気に入ったやつとか結構買ってるんで、これ系っていうのかな、こういう感じのやつはなんか2、3種類ぐらい冷蔵庫にですね。あまりエロと関係ない話、ごめんね。いえいえ、そう大丈夫です。我们就是聊天。こういう軽い話もしながら。はい。然后那个牛肉的话，老师也可以直接涮来吃，这样子。はい。好吃。哦，是。接下来的话是想问老师说，就是从就是一开始做男优，因为一开始已经是成长期，到是什么样的阶段是突然爆红？人気になったきっかけ？そうです。こんなの自分でわかんないでしょ。見てる方が。俺はただ仕事を一生懸命やってきただけなんで、気づいたら結構世の中の人たちに知られるようになったみたいなことですからね。別に人気をどうやって出そうかとか考えて別に仕事してるわけではないから、俺たちは。かっこいいですね。でもそんなやついないでしょ。そんな俳優さんとかタレントさんいないと思う。それは女優さんだってそうじゃないですか。見てる方が勝手にこの子好きって思って人気が出るだけだから。いや、我刚刚应该大概有听出来，他红的时候他就已经红了这样子。人気になるためにってだから言っちゃダメよだから。自分がご飯を食べるためにみんなだってね。確かに。別に有名になるために仕事してるわけじゃないでしょ。さっきの話質問じゃないですけど、まあ女優さんでも男優さんとかでもやっぱり親とか親戚とかに内緒でやってる人って多いですよ。でたまたま俺はそういうの全然気にしないし、そうするといろんなこうメディアテレビとかいろんな、そうすると顔見る機会が多いから、そういう大家就多看到他就会記得。なるほど。鍋食ったらめっちゃ熱くなってきた。鍋食ったら熱くなってきた。ああ寿司。那我想问老师，就是老师在一天之内就是有连续拍过几部影片？3本とかじゃない。なんか分かりやすく、朝昼晩みたいな。それがなんか皆さんが当たり前だと思ってるんであれば、基本的には1日1本ですよ。でも数が男優さんって少ないので、そうですね、やっぱりだからどうしてもそのちょっと誰も来てもらえないんでお願いしますみたいな、いや頼まれるからしょうがない、はい、しょうがなく2本目行ったりとか。那如果现在啊要当 AV 男優的话，老师会怎么样给建议？AV 男優になりたい人、基本的には不健康じゃない、とりあえずそこそこ普通に健康ですっていう人はできると思います。まあ、下半身がでかい小さい自慢できるものがあるは実はどうでもよくて、それよりもやっぱり主役の女優さんにいっぱい気を使いながらやる仕事なんで、女の子にはもう優しく気を使えますよっていう気持ちがあればできるんじゃないですかね。だからやろうと思えばやれる人はたくさんいると思います。だから一番辞める人で多いパターンなんですけど、はい、勝手にこう妄想で、あ、AV 男優ってこういう感じなんだろうなって思って撮影現場に来ると、はい、あ、実際は違ってたって、実際仕事としてあ、結構違うギャップがあってみたいな人が辞めちゃうかな。だからあまりその過度ななんか期待とか妄想をしないで、純粋にあ、女優さんが主役だからいっぱい気遣ってやんないといけない仕事なんだろうなぐらいで、あなたにもチャンスはあります。台湾からぜひ来て日本で男優をやってみませんか？就是不要有太多的期待去做，就比较不会遇到这样的问题。然后后面就是说你也有机会，台湾的你这样子。食べながら聞きますよ。啊，嗨嗨嗨。豆豆豆豆，多吃一点。好，那如果大家想向老师学习的话，有什么管道可以向老师学习吗？まあそのために今来てるんですけど、ありがとうございます。日本の中ではその一般男性に教えるものってたくさん作ってきたんですけど、いよいよというか台湾の男性向けのものを作りましょう。もうこれ全台湾男性に見ていただきたい。ちょっとでも上手くなりたい。いやいやさらにね俺みたいになりたいっていう人はもうこのスキルラブというプロジェクトに人海預行。ああなるほどなるほど。详细资讯我都放在下方啊。有好奇就是老师怎么会想要开线上就是线上课程？でも僕はそのなんだろう、男優を引退してからもう10年になったので、デビューしてから36年7年ぐらいになるんですけど、僕の持ってるスキルを隠さず皆さんに教えるっていう仕事の方がやっぱり大事かなって思って、それを皆さんに教えてから死んでいきたい。加藤隆は何も技を俺らに教えないで死んでいってしまったってなるじゃないですか。で今までは日本でやってきてたんですけど、はい、やっぱりアジアの人たちってやっぱり僕にとってはすごい近いところにいる方だと思うので、はい、できればなとはずっと思ってて、だからこれでタイの人たちがもうみんなね上手になったら、はい、また先はフィリピンなのかタイなのかインドネシアなのかわかんないですけど、まあそういう方向で自分ではいます。あなたも潮を吹かせるようになれます。僕にやってもらう上で一番皆さんが知りたいのは潮吹きの技だと思うんで、そこは一番長めに細かく細かく教えてます。絶対できるレベルまで細かく教えてる。しかも結構実践とかも入れてるんで、ちょっと普通に作品として見るのもありそうですね。しかも僕が初めてですね。そうなんです。やっぱり台湾の女性、今では日本の女性が、台湾の女性ってそうなんですよ。そこがやっぱりポイントですよ。日本の女性は12000と5人ぐらい共演してるんですけど、でもやっぱり台湾の女性とはなんかね、まあご縁もなかったんで、まあもっとわかりやすく台湾の女性を視聴付加してますが、どうですか？台湾の女性もいけますか？めちゃめちゃ老けます。あとは男性の皆さんが、はい、ジャータインと同じレベルのスキルをつければあなたも死を吹かせない。あ、ほら、じゃあまあ俺こいつ有名なやつじゃなかったっけみたいなね。お前なんか指とか上手なんだろうっていう。なるほど。こうやってただやってるだけでしょ。そうじゃない。こうです。すいません、すいません。美味しいですね。嗯。那接下来想要问老师是，就是老师平常会特别做一些保養啊？はっきり言うと、ほぼ何もやってない。ジムみたいなところは一度も行ったことない。やっぱりそういうことをしないと男優になれないって思ってるんであれば、そもそもそんなことはもうどうでもいいことです。はい、それよりもどっちかっていうと、そういう気をつけるメンタルの部分を女の子に気使わないといけないとか。だってね、見たことあると思うけど、全部がマッチョな男優さんじゃないじゃないですか。普通の方もデブもいるし。はい、ジジイもいるし、ああ、なるほど。だからあんまりその皆さんがこう過度にその男優やるためには鍛えないといけないとか、そんなことはだからないんですよ。つまりあなたにもできる。你也可以成为那个。好像あなたにもできる。你也可以。彼女を持ちなんで、嫌がられます。嫌がられてもやる仕事なんだから。他说就算被女朋友讨厌也要做工作。那接下来想，是大家都蛮好奇的，就是。当 A B 男优会不会加深就是找到交往对象的難度？对ね。逆に。あ、それはあくまでお仕事だから、お仕事はお仕事、プライベートはプライベート。逆に男優さんやってるんだ、すごい付き合いたいとかっていう方いらっしゃいます？それもいないね。特に。まあみんなそれは普通の俺たちみたいじゃない芸能人の人もいっぱいいるけど、プライベートは静かに過ごしたいなみたいな思いはみんな一緒じゃないですかね。なんか俺のことを分かってくれる彼女がここにいて。仕事は一生懸命するけど、仕事じゃない時は普通にラブラブしてたいなみたいな。那会不会因为就是长期可能跟某一个女优相处很久，然后可能会产生情愫啊，或是会有心动的感觉？それは会うたびに大好きになります。他说每次见到都会很喜欢。共演する女優は全部大好きになります。哦，全部大好き。那老师有特别喜欢的女優吗？いらっしゃいます。なかなか最近聞かれないな。12005人のうちの1番は誰だろう。そうやって言われると逆にいないな。あ、そう、人太多了。なんだろう。それはほら、見てるファンは好き嫌いあると思うんですよ。あ、この子がいいみたいな見てる人はね。俺たちは仕事になってるから、一応みんなみんな好きですよっていうラインじゃないと。あまり個人的趣味を入れないっていうのが俺らの仕事だから。それはファンが決めればいいんだ。まあだからそういうのがないと結局好き嫌いができちゃうから、やっぱり早くやめちゃうんですよ。好き嫌いない方が長くできるから。デブも好きね、何でもおばさんも好き。実際ありますよ。150キロの女性2人と賛否しました。すごいね。でも好きね、でも好きじゃない。みんな大好き。そう。あ、なるほど。それが一番。破壊主義者です。在工作这么长久，那有没有令老师印象深刻的，就是可能在拍摄现场发生的事情？なんだろう、楽しかったことって基本あまり覚えてなくて、やっぱりすごい、いや大変だったなっていう方が覚えてますよね。みんな雪山に行って気温が-20度ぐらいのところで雪をこういうふうにしてこう穴を開けてこう中で暑かったですね。寒いと基本男縮んじゃいますからね。それでも元気にしないといけないっていうのは大変でしたね。他说：“因为男生很多会缩起来，可是但是在那边还是要的哦。”すごい。それでも。谢谢。それでも。那我其实有点好奇，就是当 AV 男优后的性生活是，因为平常就是可能做爱会变成是工作。如果就是以一般就是自己娱乐的话，也会看 A 片吗？まあだから彼女がいたり付き合ってる人がいたら別に普通に皆さんと変わらず。デートしたりエッチしたりしますよね。家に帰って仕事持っていくの残業じゃないですか。そうですね、嫌じゃないですか、はい、仕事終わったら自分の趣味とか好きなことやりたいです。それと一緒ですよ。皆さんにとってはほら趣味とか楽しいことじゃないですか、はい、俺たちは仕事だから、その辺はだからなんだろう、その偏見が俺嫌なんですよ。だから男優ってこうやってるから、例えばプライベートでも毎日してるのかなんとか、はい、仕事を離れたら一般の皆さんとは何も変わりはないですよ。単純に彼女がいたらデートもするしセックスもするし、いなきゃないしでもやりたくなった、うん、じゃあお金払ってどっか女の子とできる。なるほど、まあお金もったいないし、じゃあ自分でするかみたいな。一緒ですよ、それは。お腹いっぱいになった。那其实我们今天问题问的也差不多了，那最后想要请老师就是可以再自己宣传一次这样。残念もう最後一晩中喋ってるぐらいのつもりだったんだよ。違う。まあさっきも言いましたけど、はいこれですね、スキルライフ。ちなみに女性はって、まあ女性も自分の彼氏があダメだこれ見せないと。加藤鷹のスキルをうちの彼は全然できてないんですよ。だから男性女性問わず皆さんにやっぱりこのスキルをお伝えできると思うので、ぜひぜひですね、はい、台湾を成功して次の国に行きたいですはい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。那详细资讯的话，我都放在下方置顶链接，那还有资讯栏。那今天非常感谢家庭老师来现场，这样子。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。好，那各位如果喜欢影片，欢迎在下方点喜欢。课程详细资讯都在下方，大家可以自己去看。然后记得可以去追踪老师的 SNS。那我们下部影片，拜拜，拜拜，拜拜。金手机。どうぞどうぞ、大家都可以吃。めっちゃお腹いっぱいになった俺。普通に食ってた。